仲良し吉光5月23日から1974年3月1日は沖縄県出身のジャーナリスト、政治家。ご半生を沖縄の日本復帰運動に提身し、復帰難、沖縄復帰の父と呼ばれた。首里義保村に生まれる。1908年、沖縄県中学校を卒業し、早稲田大学英文化に入学する。大学在学中は、 キリスト教と文学に傾倒した。1912年、早稲田大学を卒業し、琉球新報記者となり、後に沖縄朝日新聞を創設した。1919年に上京し、東京日日新聞記者となる。1921年には、アメリカ合衆国に移住し、1923年、ロサンゼルスのラフ新報社に入社し、1925年には、 帰国し、東京日日新聞社に再入社する。当時の沖縄県は、第一次世界大戦の終結に伴う佐藤相場の暴落により、祖鉄地獄と呼ばれる経済的疲弊にあり、仲良しは、その救済を求めて、沖縄救済請願運動に従事した。1942年には、首里市長に就任し、泡盛産業の復興、首里の文化都市づくりに取り組んだ。 1945年の沖縄戦では九死に一生を得て、米軍の捕虜として、知念の収容所に入り、日本復帰の志を立てることとなる。1946年8月に上京し、県民有志と共に GHQ に復帰陳情したり、東京の沖縄県出身有力者を集めたりして、沖縄諸島日本復帰規制会を結成した。元大良官僚、神山正義、 元帝国議会議員の家康助、神名野和、歴史学者の東、女勘純らが仲良しと行動を共にすることとなった。復帰という言葉を最初に使ったのも、仲良しである。対日講和会議と前後して、沖縄で大規模な復帰運動が起こるが、その中心となった平達夫や沖縄社会大衆党の県自最地を日本復帰に説得したのは、仲良しらのグループであった。 1951年には沖縄社会体衆党が続いて沖縄人民党が日本復帰を方針として打ち出し、さらに沖縄軍統議会も日本復帰を議決する。同年4月には沖縄社会体衆党と沖縄人民党が中心となり日本復帰促進規制会が結成された。規制会は日本復帰を求める署名集めに取り組むが難航した。 仲良しは全沖縄人の結束を訴えるメッセージと、共に沖縄がアメリカの信託統治を担った場合の米国への要望事項など、タブロイド版5000枚のビラを沖縄に配布し、23万筆の署名が集まった。同年9月8日、サンフランシスコ講和条約が締結され、アメリカ合衆国による沖縄統治は続いたが、日本の潜在主権が認められた。 日本復帰運動は在本土と沖縄現地の運動が合わさる形で動いていたが、その間にはズレもあった。当時の仲良しらの考えは、米軍基地を容認する立場であったが、これは沖縄現地側にとっては受け入れがたいもので、在本土のメンバーからも疑問が出され、東、女関順はこれにより運動から離れていった。また、 中吉の言動には特段先行的な側面もあり、国際連合への請願をめぐって他のメンバーと衝突し、1961年9月、中吉は沖縄諸島日本復帰規制会を離脱することとなり、囲碁個人として運動を継続した。中吉は沖縄返還が実現した翌1973年に沖縄へ帰郷し、1974年に86歳で、 没した。1975年、那覇市小島に、日本復帰の父、仲良し義光ここに眠るという懸賞碑が混流された。ありがとうございます。